しの子第21話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。推しの子の時間だ。開幕オープニングスタート定期始まった。2週間ぶりの神オープニングパタール。毎週オープニングで謎ダンス踊ってる人。姫川とアクアガイボ兄弟とはとんでもない話になってきたな。で、先々週から2週間待たされた。さて、どうなる。メムチョ提供、25歳さん提供。メムチョ久しぶり。星野アクアマリンくんが姫川大輝くんに告げた。教えてくれませんか、あなたの父親のこと。前回のあらすじ、アクアくんと姫川さんがエボ兄弟だったという。なんだって。アクアと姫川さん父親かっこ 99.8% 同じなのか。父親は誰だ。うち来る、お誘い。まあここで話すことではないわな。こっからか。そして誘ってやがるわら。姫川さんいいとこ住んでるな。姫川大輝とアクアがエボ兄弟とか父親エグ。おじさんにちゃんと布団敷いてあげてて優しい。母親が誰かは言えない。そやね。姫ちゃん若いのにいいとこ住んでんのな。広い部屋、シンプルで物が少ない部屋だな。ガラス張りすぎるだろ。姫川家めっちゃおしゃれ。ミニマリストっぽいの解釈一致です。あ、これが父親。朝ドラのヒロイン演じてた女優さん。姫川のお母さんもタレントだったのか。父親心中してた、なんてこったい。姫川さんの両親心中して亡くなってた。母親もか。どっちも死んでるのね。それで施設育ちだったのか。姫川えりさんはめちゃくちゃヤバい人です。心中か、悲しいな。心中を察しします。売れない役者上原誠十郎、もうすでに個人。似てないな。心中、もう生きてない。お互いタレントの母から生まれ、父親は役者崩れで無理心中を起こしてこの世にはいない。アクア光落ちきた。あだが心中済みだと。心中、実は殺されてたか。姫川さんが犯人とかじゃないの。両親心中で施設育ち、つれい。本名は上原誠なのか。父親が嫌いだから芸名は母親側と。姫川さん上原さんだった。姫川視点でも父親はクズだったと。たぶらかしてるつもりが本人になってもよ。よそから見ても有馬と黒川たぶらかしてるように見えてる。アクア、ハーレムルートではなく修羅場ルートになる。飲み直そうぜ。この前二十歳になったばっかのやつが飲み直そうぜって貫禄あるなぁ。かっこ棒。アクア一応未成年。兄さんとか呼ぶなよ、きしょいからわら。兄さん呼ばねえ、かっこ笑い。遺伝子上の兄弟だしね。嬉しそうじゃん姫川。姫川さん、ちょっと嬉しそうなのが良い。アクアの父親すでに亡くなってたのか。本当に父親なんでしょうかね。新しい事実がわかり、この後どうなるのだろう。朝帰りとか不要じゃん。久々のルビー、寝巻きかわいいな。ルビーのお子ちゃまパジャマかわいいの。あー、ルビーかわいい。男同士、友情を深め合ってたかっこいいミシン。あー、ルビーちゃん、もうちょっと邪推しようよ。母親違いの兄妹になるからな。ルビーにも姫川と父親同じってこと言わないのか。あんなに頑張って父親突き止めたのにもう復讐する相手がいないとか。父親が死んでたって知ったことでもう闇から解放されたんだよな。親父の遺品から DNA 検査しなくていいの。かなちゃんから着信。有馬からのコールとかを。お子だった。ガルル、有馬かな。わらわら、ミニキャラのかな、かわいい。飲み会の最中どこに消えたの。演出と姫川で別の店行っただけだ。お魚クッション抱いてるの、かわいい有馬。嬉しそうな顔しやがって。重曹ちゃんかわいい。めんどくさい彼女ムーブしてる。有馬かなすこ。有馬かなの可愛さは異常。ツンデレかなちゃんはずっと起きてたのかな。やっぱりアカネなんだよな。制裁ポジション、これは素晴らしい。彼女黒川アカネ。世話女房アカネちゃん。アカネちゃん彼女すぎるだろ。もうゴールしてもいいよね。普通に幸せになっても。アクア、お前はお前の人生を歩んでいいんだぞ。アクアの目の星が。アクア浄化のお知らせ。アクアの目から黒い星が。黒い星が消えた。瞳の星が成仏した。目の演出のところめっちゃいい。なんだこの付き物が落ちたような顔は。ジョーカー、アクアさん。アクアの瞳に星がないシーン、ここめっちゃ良い。アクアの目の星なくても美しい。復讐の物語で始まったはずだけど、こうもあっけなく終わるとは。星の毛の目玉焼き作りたい。登録者2万人いきそうなの普通にすげえよな。温度差がすげえわら。ルビーちゃんの太ももに目が行く。
ズビーとネムチョ久々に見た気がするわら。2万人すごいよ、頑張ったよネムチョ。もっと私を褒めてー。褒められたいネムチョ。こっちもこっちで現実ぶつけてきてる。マヨパンと繋がった。マヨパンも同じく100万人を目指してる。頂点なんじゃい。ネムチョ、お主はよう頑張ってるよ。登録者100万人とか抜かすなー。ネムチョすごい子。 YouTuber 収入登録者数現実知ったなー。脅威の格差社会。ピエヨン、僕年収1億だよ。マヨパンに抜かすな。ネムチョすごいよネムチョ。アラブルネムチョわらわら。事務所の取り分を引いて3人で分けたらお小遣い程度。有馬さん頭の回転はええな。インフルエンサーめんどい。ってのが態度に出てるよ。 YouTuber の裏事情が。ルビーちゃんお団子頭かわいい。謎にかわいいシャツ着てる。ルームツアー動画。出した私物が全て経費で落ちますわらわら。声変えて経費の話すな。すぐにやろう。ちょろう。私物が経費になるってすごいな。ピヨピヨ。10万くらいしました。ピエヨンを雑に使うな。いいやっほーかっこ現状。ピヨピヨ。そこは慈悲なんかい。身の回りのものも一級品で固める女。ピエヨンこれだけのために読んでないよな。有馬かな、金のかかる女である。かなちゃんはお金かかるタイプ。面倒くせえ。ルビーの T シャツの絵なんだ。わら。この業界で怖いのは結局のところ変なファン。一番怖いのは変なファン。かっこは変なファンって顔が曇る。ルビーそこはリアルに怖いからな。ソニーのいいカメラ使ってるな。裏事情言っていいのかわらわら。結構裏の話までしてて草。自宅、ルームツアーで晒して家賃を経費で落とすとかありなのか。マンションを動画にしたら経費になるのおかしくない。本当にそれ税務署さんが認めてくれますかね。確定申告の怖さ、かっこ笑い。大人かっこ自称女子高生が語る現実。さすが人生の先駆者。説得力が半端ねえわらわら。ネムチョ、めちゃくちゃしっかりしてる。確定申告ちゃんと勉強しているタイプ。ルビーのお部屋。ママ愛が重い。全部剥がした方がいいのかな。これはちょっと怖いなわら。ルビーが可愛く見えてきたよ。墓まで持っていく秘密。会いたいよママ。しましまボーダー。先生はもう。先生は失踪扱い。宮崎だったのか。あの看護婦さんまだ勤めてたんだ。まだ天宮先生の遺体見つかってないんだ。とっくに死んでるのに死体はまだ発見されていないのか。あれから失踪扱いってことは先生の遺体見つかってないのか。未だに死体が発見されてないのどういうことやねん。アクアの前世失踪扱いになってるんだ。あれ？じゃあ遺体は誰がどこに。死体動物に食われちゃったか。先生、実はいつもすぐそばにいるんだよね。そういえばルビーって前世との境界どうなってるんだろう。先を知ってると思う。ここら辺から辛すぎるんを。ここらがアクアにとってもルビーにとってもターニングポイントになるのかな。久しぶりにルビーの供給がたくさんあって嬉しいな。先生がいなくなったことはすでに知ってた。それはまっすぐ近くで見ていらっしゃいますしね。先生と再会するの夢見てたのか。五郎先生に見てもらうためでもあったね。先生はルビーのそばで見てくれてるのにそれが伝わらないもどかしさ。ここのカットの切り替わり芸術的。ルビーちゃん先生のこと忘れてないんだね。近くにいるのに切ない。心をだんだんエブルシーン回想させるやん。 MV はアイドルチャンネルの基本。アイドルの再生数って奥言ってましたっけ。 MV 作成に宮崎ってまた遠いな。お高いんでしょう。メムチョの人脈がガチで有能すぎる。おメムさん様様すぎるわら。全身爛漫な声から年頃のこの声するいコマさんコントルビーよ。舞台終わってからじゃないと。スケジュール表、後でじっくり見よう。びっちり。撮影一日で終わらせる気なんか。妄想してる。何妄想してるんですかね。いやしい、いやしいと有馬かな。有馬の慰安旅行の想像よ、かっこ笑い。いい。脳内ピンク有馬かな。いかがわしい妄想すんなよ重曹。有馬かな、妄想が過ぎるわら。トウブレの慰安旅行。それならアクアだけじゃない。アカネ、姫川、メルト、鴨志田も呼ぼう。新曲じゃい。宮衛門久しぶり。新曲は大物に発注してる。小室、一体何室哲也なんだ。大物なのね。日村の元ネタ小室哲也なの察してる人どれくらいいるんやろ。かっこ原作見るとわかるけど、一瞬明らか TM ネットワークみたいな画像出てくる。何そのポーズ。アクア医大に行くんやな。ここで医学部の進学先見てたのか。
医学部のホームページ見てる。もう復讐のこと忘れてアクアの人生生きたいよね。そうだよね。なんかあった？雰囲気変わった？柔らかくなった。毒気が抜けたんだな。こんな柔らかくなって舞台大丈夫か？早く歌いたい。ルビーがルビルビしてる。新曲、どうですか？舐められてるやつだ。やだ。ルビーの目、かっこ笑い。すごい硬い意志を感じるわら。精神年齢前世で止まってないかルビーよ。やだ、今すぐ電話してー。だだっこルビーちゃん。やだ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 。やだやだかわいいかよわらわら。やだやだルビーおもろ。だだっこルビー久しぶり。だだこねルビーちゃんかわいい。アイドルでいられる時間は長くない。時期が来ればかなちゃんは役者の道に戻っちゃうかもしれない。勘が鋭い。そしてメムチョは時期が来ればミソジに。ミソジわらわら。うざ。そういえば25とかだったな。ルビー、メムチョにクリティカルヒット決めててくさ。ミソジまで5年ってすぐに来るよね、わら。流れ玉で致命傷を与えに行くルビーわら。メムチョのライフはゼロよ。ゆっくりしてるいとまはない。ミソジでも普通にアイドルやってる人も少なくないぞ。この星が輝けるのもあと何年か。ルビーのこういう無謀だけどまっすぐなところ好き。今の年齢だからこそ、聞いてほしいってやつ？そういえば社長の行方は誰も探してないの？生後も夢の続きが見たいのだ。ルビーに甘いよ宮子ママ。アクアめっちゃ良い笑顔。アクアが妹を見守る兄の顔してる。アクアから目の星が消えてる。アクア先生っぽくなったな。クリエイターの部屋って素敵。楽曲制作のシーン、朝食で助かる。日村さん、平川さんかな？だるそう。大御所病か。あの先生とかこの先生とか、モチーフがありそうだ。富樫もそうなのか。モチベーションも才能も無限ではない。人間の悲しさ。原作で木の分だったところがかなちゃんのセリフ化してる。心が虚無に。日村さんへ。MP4。ルビーです。うわぁ、これはめっちゃ嬉しいやつ。一気にアイドルアニメになった。これもきっとオリジナル演出だ。宇宙日村はが。キュービー小町に携わってるだけあってルビーのなんかに感づいたか。ニカッとした時の歯が可愛い。これはイメージ湧いてきたか。私を導いてくれララー。愛が魅了し、連れて行ってくれたみたいに。今度はルビーが。またイメージ映像がすごい。日村さんの覚醒演出良かった。ちょっと泣いた。書けない大御所作家というあるあるストーリーでこんなにリリカルなアニメ表現をぶっ込むなんて。アイドルの輝きが人の原動力になる場面が美しく書かれていて、泣くはずのないシーンなのに泣いてしまった。ルビーでした。やはりルビーも一番星を宿してるな。今日はルビーが可愛い。それだけですごい。ルビーは本当に太陽みたいだ。あっこれは聞くな。星のルビーがあまりにも光で涙出た。お、エンジンかかった。そりゃ元気なルビーちゃんの動画を見たらやる気になるよな。やる気スイッチ押されちゃったね。才能枯渇しがちな人ほどまた目の前にその才能をぶつける相手ができたら走り出すものよな。アビゴアの時みたいにコミュニケーションって大事なんだよな。東京ブレード千秋楽まだ終わってなかったっていう。お姫様抱っこしてあれで終わったと思ってた。東ブレ終わってニートになったアクア。アクアのお顔がすっきりしてる。体育座りアクア、見た目がおもろい。邪気がなくなったアクアに残りの舞台できたのか。復讐モードが解けたことで素の先生が出てきてるな。アクアも燃え尽きててくさ。やりたいことが枯れちまったのは日村同様アクアもか。燃え尽きてふぬけてますね。チラチラチラ。野生の鹿が仲間になりたそうにこちらを見ている。アクアをチラチラ見る有馬かな。かわいい。あれ宮崎だったんだ。次回は慰安旅行という名の里帰りか。謎の少女誰なんだ。ここに来て新キャラ。めっちゃゾワッとした。ついに新キャラの少女来た。最後の最後でまた何か新たな不穏キャラ出たよ。どなた。不穏な終わり方。あ、オープニングに出てた白髪の子で立ってた場所もしかして五郎先生が亡くなった場所を。解放。謎の少女のキャラクターボイス誰やろう。この回しか登場しないであろう売れっ子作曲家役は平川大輔さんか。この後の鍵を握る少女はわからんかった。声優はシークレット。キャスト誰だろうと思ったらまだだった。ついにあの子が出てきたか。声優さんはでお楽しみにってことか。なんかすげー意味深な子が出てきた。クレジットは不明だけど今の声聞き覚えが。福読ちゃんの声優さんは誰なんだろうか。さすがにまだ秘密か。声優は誰。
と思ってキャスト一覧を見たけど、ってなっていたあれで誰かわかった人いるのかな。ついに前世に触れる回が来週か。楽しみ。ガンダムみたいな演出だったな。ルビーちゃんこんなに出てるの久々だし、可愛すぎて押しボタンの残りすぐになくなっちゃった。次回はルビーちゃん曇らせからの兄弟ベタベタシーンが見られるかな。闇深いストーリーと切なさに惹かれる。いつもながら続きが気になる終わり方。来週も楽しみ。結構復讐すんなりなくなったな。最後の演出すごくいいな。期待に満ちたアクアに対して謎めいた少女が姿を現すという演出が恐ろしい。というかあと3話でアニメオリジナルまで入れるとは思ってなかったけど、原作からのカットも少ないし見やすい構成だな。慰安旅行が波乱を呼ぶんですよね。わかります。久々にたくさんメム帳見られて大満足。あとビーコマチの新曲楽しみすぎる。やだやだ提供。ガキのようにダダをこねるルビー提供。復讐の相手はすでにいない。アクアの人生が救われることを願う。そしてルビー側の物語が動き出すのですね。ルビーの直球なところに動かされる作曲家の単純さ、誰に伝えるメッセージか考えさせられます。今回は久々のルビーちゃんの出番が多めだったけど、相変わらずの明るさが良かったな。宮崎で待つ少女の正体も気になるな。ルビーのアイドルとしていられる時間の焦り、そこに天宮先生に私を見つけてほしいという確かな乙女心が垣間見えるのが好きです。その一歩として作曲者の日村さんへ動画を送る姿もけなげで最高です。ついに復讐という呪縛から解放されるアクア。先の展開知らないけど、やっぱりアクアは黒い星を目に宿してる時が一番輝いてると思うんだ。このままあっけなく終わるわけないよな。父親は死んだとのことだけど、アクアさんの復讐人生はここで終わるのだろうか。シリアスな要素はまだあるけど、いろいろと早期解決していったらメムチョの年齢だけが深刻になってくるな。ルビーの心からアイドルを好きな感じが、早く愛に近づきたい感じが、純粋なところが良いよね。カナのアクアへの気持ちもめっちゃ溢れ出ちゃってたし、メムチョは YouTube 頑張ってて癒しもくれてやっぱり最高だし、圧倒的箱推しになっちゃってるよね。遠ぶれも面白かったけど、ここからどんどん物語の核心に触れていくからめちゃくちゃ面白くなるぞ。残り2週で終わるのか。多分あのシーンで終わるのだろうけど、一期とは逆で最終回を90分 SP くらいにしないと終わらなくないか。舞台も終わったし、父親も判明したらしいして一区切りです。やっと妹の出番が来ましたというところですが、やっぱり主役はアクアなんですよね。次は宮崎旅行に行くらしいですが、残りの話数だとなんかいいところで終わりそうです。そこが悔しい。瞳の星が消える演出は良かった。久々にルビーやビーコマチメインで進んだけど、2期どこまでやるのかやっとわかったわ。あそこで終わらせるのか。アニメ組には酷よのう。次回も楽しみ。はい、というわけで推しの子第21話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。もし興味があれば他の動画もぜひ見てみてください。